うん、寝なかった。寝なかった。あ、そうです。今日は同室が尾崎せりかちゃんです。尾崎せりかです。こんばんは。明日代打で出演させていただく2人です。そうです。めっちゃね、うん、早くみんなに言いたくてね。でも出演できること嬉しいけど、早く愛子とマイキューさんが元気になってほしいなって気持ちでいますので、2人の分も気持ちを込めてパフォーマンスします。ありがとう。よいさん、斉藤さん、ファイト、頑張ります。あ、これマイクじゃないんですこれは、これはなんかホテルのライト。皆さん19時からの4時間の放送で ST48 は19時台の19時台のバックトゥーザ2022というね企画に出演させていただくので、うん、そうなんです。ちゃんと録画の方よろしくお願いします。そう、2022年の印象的な曲を披露するっていうコーナーみたいで、だからそれだけ多くの方に花は誰のものがこう届いているっていうね、証拠というか、たくさん聞いてくれてありがとうございます。皆さん録画済みだって、ありがとう。私録画しようと思って忘れてた。え、出ないよね。実家のやらかしたと。実家で見ましょう、うん、実家絶対撮ってくれてる。もしソラハさんに撮ってなかったパセンチ、実家に実家に行くの、うん、挨拶しないとな。こんばんは。ちなみに私は前回も全あの歌番組に出演させていただいた時のポジションじゃないので、うん、頑張って見つけてください。私もいろいろフェスとかでいろんなポジションやってるけど初めてのところなので頑張ります。ちなみに移りそうです。私は探してください。私は虫眼鏡持ってテレビの前で探してもらってすごかったですよ今日。前乗りっていうかリハーサルとかしてきたんですけれど、すごかったですよ。テレビで見てた、セットっていうかさ、MC、 そう、 MC のアーティストさんが出ていくところ、なんていうんですか、次はなんとかさんでーすって曲が流れて、こうやって走って小走り出てくる、あったよね、あそこ門みたいな、門っていうか、の扉、こんな感じなんやと思って、すごかった。なんかそう、緊張します。今日はずっとソラハさんが朝から一緒に行ってくださって、すごいね、リラックスして今日のリハーサルに参加できたので、前テレビ出た時は本番前に号泣してしまったんで、うん、私キュンの時に他のメンバーは鼻だれもあったんですけど、私はキュンだけの出演で、他のメンバーが収録してられた楽屋で一人泣きながら自主練してたから、今回はソラハさんのおかげでリラックスして参加できました。え、そう、セットキラキラだった。なんか天井もね、ライトが、大阪じゃないですよ。大阪だったのは前のやつだね。前の歌番組は大阪だったけど、出演させていただきます。ベストヒット歌謡祭、あ、ベストヒットじゃない、ベストアーティスト、ベストアーティスト、すごくない？この前ベストヒット歌謡祭も出てさ、ベストアーティストにも出てさ、M ステも、歌もそうだし、アーティストとしても嬉しい、うん、楽しんでくる。嬉しい、こうやってなんか選んでもらえてるのも嬉しいですし、なんか愛子も悔しいと思うんですけど、愛子のファンの方にもね、パセでよかったと思ってもらえるように頑張ります。そうです、明日生放送です。19時からどうしよう、配信はでも全然夜もできます。帰ってきてからしようかな。みんなに感想を聞きたいし、なんか私東京とか来たら絶対ミニストップは行けましたかってコメントあるけど、今日はそう、まだ行ってへんの。まだ、いや、行こうとしとって、そう、行った行ったけど、行った、私ウェーブしてから
そう、サラハさんがルイボスティー買ったぐらいで、あのアイス食べてないですね。え、食べたいかも。そう、なんか今食欲ないもん。そうなんですよね。私ご飯食べた後にすぐ寝たから全然お腹が減ってない。今日めっちゃお互い早起きっていうか、もうなんていうんですか早起きではなくて、もう私は寝てないって言ってるよ。そう、あの私も寝ずに行こうと思ったけど、1時間半ぐらい仮眠みたいなして、うん、新幹線で3時間ぐらい寝てて、でお昼ご飯も何時15時とか、そうだ、ね、15時とかに食べたから、なんかすっごい今日は生活リズム崩れてて、でもね夜はソラハさん寝てる間にコンビニ行って飲むヨーグルト。何時間寝てた？結構5時半ぐらいか寝てたよ、私、うん、だから6、7、8、4時間ぐらい、うん、うわめっちゃ寝てる。でもオールだから、うん、オールだし新幹線移動の3時間ぐらいしか寝てないから、うん、そう、しかも今日私の子守りしてくれてるし疲れた。したか。うん。ケンさんハート、キャスさん決勝、ファイヤー可愛い、ありがとう。ディームーンさんリンゴスタイル。そう、長崎もミニストップないのでね、東京とかに来ると、あの私が初めてね行った時はなんか東京のお仕事の時にメンバーと行ったんですけど、めっちゃやばいミニストップだって言ってミニストップの外の外観をスマホでカシャ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 撮ってたらメンバーにバカにされました。やば。あの他のメンバーは地元にあるからね、あの田舎者扱いされた。でも兵庫にあるらしいけど私行ったことないで。ねえ、じゃあそういう田舎だ。そら、いや違う、田舎だってないもんこっちは。まだ食べてない。私ずっとねフォンダンショコラのやつ気になっとるっちゃけど、小麦やけん怖いんですよ。私小麦食べたらねすぐねなんかアレルギー反応みたいに出るんですよいつも。だからあんまり取らないよね。ケーキとかもなるべくスポンジじゃないやつをね昔から選んでて。いや私めっちゃスポンジのやつあげてんだけど。え、美味しいから私大好きだけど。大丈夫？大丈夫。大好きって言おうとしたよね。大丈夫ですよね。私だって自分で買わないやつの美味しいのに出会えるからって言って、いつも配信で言ってる。クックさん決勝、エさん、そう、でもアレルギーはないの。アレルギーじゃないけどすぐ顔になんかこう赤くなったりとかしちゃう。かわいいトップス、こんばんは。今日はめっちゃ歩いたよ、本当に歩いた。いや私多分2万歩行くかもしれない。あ、そうじゃん君、うん、あ、だってソラハでも1万5千だよ。うん、ソラハが寝てる間になんかね私を一人にしてどっか行ったらしい。飲むヨーグルトとブラックサンダーを買っただけですよ。でもちゃんとお土産も買ったから。お土産、あれ同じ空間にいるのに、うん、え、手紙だけじゃないの？あれですよ。そう、なんかパシが手紙書いてくれたらしい。あ、パシって言っちゃった、ごめん。ゆうたくんお断りです。10個、パシ。クロさんかわいい、タコ、うわめっちゃ書いてる。チョコミントさんアイス5個、ゆうたくんサッカーボール10個、カードリーさんハート、クロさんラブレター10つ、マコベヤさんハート10個、タシアさんバラ、山崎さんゲームギフト6個、クロさん花束ありがとう、トモチさんハートありがとう。音読できる内容、クロさん、これ LINE のアイコンにしようかな。そこのあれ気をつけてくださいね、あのロゴみたいなやつ、うん、じゃあ音読します。クマありがとう、音読しますね。パセからもらったやつ、はい、あ、これもらいました、チロルのミルクキャラメルって食べたことありますか？見たことない。え、めっちゃ可愛い、レトロや、見て、え、新発売って書いとったから。え、私本当にもうソラハさんのことを四六時中考えすぎてもうキャラメル見たら全部これあげなきゃと思って見ついじゃう。なんであげなきゃみたいな。キャラメル見つぎ癖。コミントさんの妹ありがとう。ふくちゃんファイト2個、陣内さんファイトありがとう。おじさん武士ノエルありがとう。ソラハさん朝一緒に行ってくれたり一日お出かけできて幸せでした。たくさん甘えすぎてるけど毎回レッスンの日まで1週間会えない間頑張ります。あ、また1週間会えなくなった。そう、マジマジ。いや絶対どっかで会うよ。いやマジですよ、ガチ嘘。だってその前
パあれですもん、東京でクリスマスコンサートのレッスンとか終わんないと思う。マジ？うん。明日ベストアーティストマイキューさんとアイコ、お互い同期の分も頑張りましょう。PS 今日楽屋一緒にいてくれたおかげで合わせもリハも頑張れたし、安心して落ち着いた状態で挑めました。大好きだって。今日も一緒に寝たいな。嬉しいです。え、これちゃんと後ろイラスト描いてくれてる、かわいい。え、マジ LINE のアイコン、え、生誕生誕のやつじゃん。ちゃんとあの親子にしました。なんで親子なの、おもろい。え、ちょっとネックレスついてるのおもろい。そうだよそうだよって、ちょっとそうですよ。ネックレスついてる、お互い首元に。おみかんさん、花束、わーさん、お疲れ、午後巡礼さん、拍手。みゆちゃん、ファイト、ありがとう。さいてつさん、さだおさん、お疲れ。ひろっちさん、結晶10個、おずさん、アイス5個と花束10個、山崎さん、トート5個、パイのみさん、焚き火ありがとう。焚き火なんやそれ、ファイヤーじゃない、ファイヤーいや、マリオやん、ファイヤー。こんばんは。今日はなんか歩きながらマリオの歌を歌って。ドゥン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 。イモケンピさん、クマのリース10個ありがとう。ロイさん、イラブありがとう。え、一緒にお風呂入ったことないですよね、まだ。うん、私一緒に入ったことあるのは、あ、温泉とか大浴場とかはあれだけど、二、うん、人で入ったことある、あるちゃんさんだけだよ私。私ない。お風呂、温泉はみほとうなうなとりこちゃん、うん、え、それは絶対やだ。私もやだ。無理。セリカと入るな、ほんとやだ。セリカと入るな、ほんとやだ。セリカって呼んでなんか普段呼べないのに頑張って呼んでセリカ呼んだって言われてる。しかも終わらったかな。そう、呼んだ。なんか誕生日当日はめっちゃなんか行けたんですけど、うん、他の日から行けなくなっちゃって、パーとかパゼとかパシエルとか、そう、めっちゃいろんなねえねえとかってなんかやってるから、うん、え、一回にやだ私。私だってやです、なんで断られてるんですか。いやいやいや、こっちだったら断りなんですか。被害やるよ、被害。だって最近本当にベタベタないよ。そう、マジでやばい、ね、やばいですよね。ソラハはもう無だよね。え、無、え、今日もうなんかやばすぎね。え、でも私話したい話あるんですよね、あの、はい、あの、私を放置して沖さんの誕生日を祝いに行った事件って。話してないの。話してない。いつか話しますねって言った。なんかあの言い訳あるからね。昨日のコメント、そう、私は分かってるけど、コメント欄でなんかソラハさんは沖さんにタンプル私言ってたよってコメントがあったから、いや私はその時ソラハさんがあの連絡来るの待ってたのに、ショールーム見てたら登場したから、いや、これも理由があって、いや、うん、ゆうかちゃん誕生日は12月1日じゃないですか。で、11月30日って、うん、もう私もう、速度制限だったんですよね。だから人からの LINE は、届くけど返信ができなかったの、うん、だからあやばいと思ったけど、あ、もうとりあえずゆうかちゃんに届けて早く家帰って Wi-Fi つながるとこに帰りたいと思ったから返せんかったんや、うん、なのにめっちゃ思うんだみたいな LINE 来て、なんて送ったバカ、びっくりびっくりびっくり、え、そう、もうね、暴言吐かれた。なんだっけ、なんか、なんて言いました、待ってたのに私を放置して、そう、私を放置して沖さん祝ってるバカってめっちゃ言われた。そう、ゆうかちゃん、ごめん、今日も言った、お誕生日おめでとうって言ったら、また言ってくれたのって言った。私は本人に会ったけど言えなかった、おはようございますしか今日言ってない。昨日本人に明日いっぱいおめでとうって言いますねって言ったのに、あのね、なんか改めて本人目の前にしたら言えなくて、おはようございます、終わった。まあしかもね、5時とかだったから、会ったのが今日早かったから、ね、お互いもうみんな眠い状態だ。こんばんは。クロさん、アイス、ヤシチさん、ゲームギフト10個、ガードリーさん、ファイヤー、おいかさん、ファイヤー、ありがとう。一生可愛すぎて一生好きすぎた。え、明日は
巻き下ろしの女の子見つけてください、まあ、みんな巻き下ろしとかの多いかもだけど、うん、私は今回花の誰のものを出演させていただくときは巻き下ろしって自分の中で決めてるので、私は昨日した髪型にしようと思ってます。でもかぶりそうだなと思ってるけど、まあ、どうしたの？うん、あのここ三つ編みで下ろし、うん、いやかぶらんよ、うん、あんまりあの曲的にサイドポニーとかそういうなんか派手派手のものはできないし、私はあの自分のポジションとしてじゃなくてアンダーとして出るので、あのおとなしめにクックさんと思います。でも気持ちは誰よりも込めますので見つけてください。虫眼鏡持っててね。あいいこと言ったら倒れちゃった。倒れちゃった。かわいいマジこのトップス、またかゆくなってきた。悲しい。最近めっちゃかゆいんですよね。いつもだっけ。やばい。これ食べよう。ベレッタさん決勝10個ありがとう。スプマンテさんラブレター7つありがとう。山崎さん10つ。ヒゲメガネさんレインボースターありがとう。サトシさんありがとう。レインボースター。あ、しみえた。そう、ここ角っこだからね。今ね、あの右足は伸ばして左足はあれにして命みたいな。通じるかな。ジェネレーションギャップかな。してます。食べるね。うん、お腹すいた。え、ソラハさん今日絶対眠れんやん。え、眠るって。嘘や。せいちゃんアイラブユーありがとう。嘘や。嘘って。え、寝るよ私。なんか寝れへん時は感動系の曲聴くって言って、失恋とか。うん、で涙流して寝る。うん、で明日目パンパンやろ。この前もこの前もなんかいつやったか忘れたけど、止まった時に急にイヤホン装着しだして今から泣くわって言って、うん、でもすぐ寝れた、うん、寝てた。でも明日ダメだからな、目腫れちゃダメだから、がもちょっと自力で寝るわ、うん、てか明日そんな集合早くないから大丈夫。トントンしてあげましょうか。お腹寝るまで。さすがにやばい。バラちゃんブラボーありがとう。陣代さん過ぎてた今日キャンプファイヤーじゃなくて焚き火ありがとう。一回7時半ぐらい残してくれたよね。そう、私その前にも起こしましたよ。私自分の配信終わった後ソラハさんって言ってビクトも知らなかった。うん、こうやってポンポンポン叩いて起きなかったから、あ、じゃあちょっとコンビニでなんかあのおやつ買ってこようと思って行って、であの鍵取ってたら電気消えるから起きるかなと思ったけど、帰ってきても寝てて。私本当に寝てた。でなんか7時半に1回起きたよ。そうで、あれなんかお仕事の連絡来てて、そうじゃん、うん、マジで見てないよ。でポンポンポンってなんかグループに来てますよ連絡って言って起こして、でもでも見てましたよ。え、見たんだけど何も見てない、うん、でまた寝てて、で9時半にもう一回起こした。ああ見たわ。うん、で9時半にあの9時半はちゃんと起こされた。ベストアーティストのやつお知らせ出ましたよ、メンバーのやつ出ましたよって言って起きてくれた。メール送んなきゃって言って起きてた、うん、いやお姉さんしてるように見えるのは今日だけ。チョロメールだ。おいしい。うん、よ食べたことあるかなと思ったから舐めましたけど、しかもキラメルすぎない。多分よかった。で私がこのなんか寝ぼけてなんか寝言なんかね、そうソラハさんになんか言ってたんですよ。何言ってたの、ちょっと待って。なんか動画撮られてるんですよね。イヤホンで聞いてさ、何するやつだったら聞かそうよ。なんか喋ってましたもんね、めっちゃ、うん、で私家に帰ってその後、私さっきなんか喋ったけどなんか変なこと言った気がする。今動画撮られてた。気になる。今日ソラハ全然喋ってない配信で。え、喋ってください。私喋りすぎ。配信見てるみたいって書いてた。え、ごめんね。違うよ、ソラがわざと喋ってないんだ。なんでだよ。だって重なりたくないじゃん。じゃあ私が黙っとくのは喋ってください。今すぐ無理だよ。一言ずつ喋ろうやん。
いいよ。あ、違うよ、あとかね。え、あ、し、た、わ、べ、す、と、ひ、あ、間違えた、あ、お、伸ばしも、ティ、す、と、に、せん、に、じゅう、に、に、ひつ、えん、しま、す、にこいちゃった待ってよ、動画、え、本当にね、え、なんかすぐ動画撮ってくるんですよ、本当に。私が寝てるとことか怒られた。なんて言ってますか。なんて言ってる。やばい。なんて言ってますか。大好きとか言ってる。え、それは言ってんけど、もうな、ほんまにやばい。なんて言って。え、でもなんか誰かのニックネームなんか私もなんか作ってもらおうかなみたいな。流す気？え、聞きたいな。なにそれ。気になる。え、最後は最後おもろい。何？こっち右。こんばんは。ベストアーティスト2022に出演させていただきます。なんか言う。明日の夜7時から生放送の4時間スペシャルとございます。4時間5時間4時間5時間でございます。そして ST48 19時台バックトゥーダ2022に出演させていただくのでぜひ見てください。巻き下ろしの女の子を見つけてください。ああ、これ違いますよ。何これは、くまモンの歌の話です。ああ、くまモンか、貸して。え、なんか、いや、そうか。でもなんか最後、え、スマートなんか言いましたよね。なんか寝坊しちゃしてないから。え、じゃあ1回起きて、うん、寝坊が1回起こしたんよ。あ、ただいま。その1回目の起こし、うん、なんか何時に起きるって言った時に、うん、起きた何時って言われたからその時間に起こしたよ、うん、起きて、で、また寝たんです、うん、なんかもうちょっと寝なよって、うん、おやすみにさん、ありがとう。寝なよって言われたから寝ますって寝て。え、流していい？うん、いいですよ。それ起きてる時だった、ちゃんと。寝言の時じゃなかった。その後になんか寝言とかなんかね、ソラハさんしか喋ってないじゃん。違う、もう一個あるよ、1分ぐらいの動画。それかな。ベストアーティスト、え、それはあれじゃないですか、これでしょ。ああ、それか、うん、それだよ。え、待って、ちょっと半目の時もあるよ。私が半目っていうか、あの半分起きてる時。ああ、半目はソラハさん。でも、あ、寝ないって言ったのに寝ようとしてたから、うん、動画回して喋ってないよ。でもそれが掴んでるやつじゃない。そうそうそう、仲がよろしくて。え、絶対覚えてないでしょ、話したこと。なんて言ってますか。なんて言ってんの。え、超楽しそう。何も別に話してないけど動画がおもろいわ。動画がないとこれ通じんやつだわ。スペシャルサポーターにあげますか。え、あげれないよ。もう有料やけど、もっと有料。有料コンテンツ。のすけさん、ファイヤーありがとう。皆さん明日7時から見てください。まゆこじちゃんとまゆちゃんの分まで頑張りました。いっぱいパフォーマンスさせていただきます。あのテレ東はね、広島が映らないとかあったんですけど、今回のベストアーティストさんは映りますので、ぜひよろしくお願いします。楽しそうじゃない。これ3つ3連弾やってる。あ、すごい、私が声聞こえる。やばいよね、めっちゃ声聞こえてる。イヤホン反対からめっちゃ聞こえてるか。エステイサギちゃんさん、ファイヤーありがとう。
ゲストアーティスト2時53分のパセリさん。いや流そうかこうやって。え、いいですよ。え、こうやって。あ、それはダメ。待って、マジで、うん、いくよ。寝顔寝るじゃんって。あ、ちなみにこれは寝ないって言ったのに、うん、急になんか目、なんかメガネとか取ったりとかしてもう寝る体勢に入ったんですよね。お、さっき2時53分はそれはあの江頭さんです。キャニーさん参加ボールありがとう。じゃあ流しますね。マサが寝ないって言ったのに寝よったからソラが怒ってるやつね、うん、はい、いきます。寝るじゃんって。うるさ。やば。え、そのね、このソラハがイーみたいに言ってるとこはほんまにやばかった。え、違うんですよ。言い訳がある？ない。ないんかい。うん、ただくっつけたかった。みんな困ってる対応に、うん、ね、うん、なんかギフト読むか。なんか夜になったら、うん、めっちゃ甘えるんですよ。だからおもろくて動画撮っちゃう。でもそれをどっかに流すとかじゃなくて、うん、記録用とかに載せるんじゃなくて、うん、こう起きた時にこんなことしてたよとか、例えば脅す時に使うんですよ。なんで？あの金銭に困った時に、なんでこれ出すぞってとか、うん、あとは何だろう、会話で中でさやる、なんか話す、これ見せてやばないとか、何回見てもおもろいからね。あ、メモされた。夜になったら甘える、メモ。今日はちゃんと静かにしときますね。よ、うん、いいよ。え、でもなんかもったいないな。せっかくさ初めての同室なのに ね。これうまもう終わっちゃう。え、それ本当にあの、え、マジでリーズナブルです。お得、うん、だってそれチロルチョコじゃないですか、うん、名前。え、30円とかってこと？うん、そんぐらい。40円とか。うん、マジ3つも入ってるのに。そうだから買いだめした方がいいですよ絶対。でもこれ虫歯なんなっちゃってるよ。それ美味しいってこと？うん、うん、でもソハさんはキャラメルいっぱい買うからそれで我慢してください。あの出費がね大変やったりね。また1個無料のやつやってほしい。うん、なんかいっぱいいっぱい買うんです。あれ買ったら教えてくださいね。チョコまみれ、チョコまみれ買ったら私チョコだらけ欲しいから、よろしく。分かった。チョコだらけを食べたいけどチョコまみれを買わないとチョコだらけもらえないから、だからチョコだらけ食べたいけどチョコまみれは大丈夫だから、チョコだらけ、チョコまみれ、チョコだらけチョコだらけだけ食べたい。同室が初めて、てかこうお仕事で一緒になることがあんまりないんですよね、うん、遠征とか。でも夏の時にね、もうすぐ音楽の日か。そう、夏は一人部屋だったんですよお互い。でも私があの泊まりに行ってしまったから、うん、しかもその時は楽屋とかでも一緒に入れないじゃないけど、うん、いなかったから。そう、初めの頃、ね、そう、初めの頃はお休みの日とかはめっちゃ出かけるのに、楽屋とか人がいるメンバーがいるとこではもうなんか全然関わったことありませんよ感出てるぐらいの、マジでお疲れ様ですみたいな、もうよそよそしくてお互い。だからで夜になってそのソラハさんの部屋に泊まりに行ったんですけど、やばい、そっちの。でも最近やっと楽屋でも一緒にいるんやけど、もうリコちゃんがあの私たちが付き合ってるっていう前提で、カップルの喧嘩ってそんな感じなんですねとか、
あのパシちゃんってさ、ソラハさんとテレビ電話するときドキドキするとかなんか聞いてきたりとか。これ言ったけどさ、そのソラの担当マネージャーさんにね、その昨日、うん、昨日ってかあのその今回のベストアーティストさんに出演させていただくっていうのが本当にめっちゃ近日最近、うん、決まって、その時に、うん、こう2人が出れないって分かった時に、うん、誰、私は出るって知ってたから、私は知らなかったんですよ。え、私本当に、あ、待っていいですか言って、うん、あのこの前パセもしかしてアンダーで出るんじゃないって言われた時に、言われた時にね、本当は私明日別のお仕事があったから、しかも一緒だったの、そう、ソラハさんとパセと同じお仕事が入ってたから絶対に2人はないって思ってたんですよ。そうだからソラも言った、そう、なんか出るんでしょ、アンダーで出るんでしょって言われて、いつだったっけ、 2,3 日前とかの配信で、うん、あ、すいませんみたいな、私は違う仕事があるので出ないと思いますみたいな、うん、言ったんですけど、その時はまだ決まってなくて、うん、でその後に知ったので、そう、私はもう昨日のお仕事終わりに急に知って、えっ、ー、ってなって、でしかもあのそのお仕事が違うメンバーに変わったとかじゃなくて、うん、っていう感じなので、うん、本当にあったんですよ、うん、本当になんかみんなをごまかすためとかじゃなくて、うん、本当に入ってて、でもその仕事自体がなくなったというか、そうなんですよ。だからそのこっち出るためにそっちを、うん、そう、優先とかじゃなく、もうそっちのお仕事自体がなくなってたらしいです、マネージャーさんによると。なくなってたけど、それをなくなってますよっていうのがこう伝わってなかった、うん、でね、その誰ですかって、誰がもう一人出るんですかって聞いたら、あんたの彼女だよって言われて、ソラの担当マネージャーさんに、うん、あんたの彼女とシナノさんが出るよって言われて、うん、あー、わかりましたって、まあソラもどうせパセだろうなと思ったからあー、わかりましたって言ったら、否定しないのって言われたけど、あー、もう全然もういいですっていいですよ、うん、もうなんかメンバーたちにはもう付き合ってることにされてます。もうなんか、うん、違いますっても言っても、あの、うん、まあ、いじってくれてるんだと思って、もうそのまま、はいって言った、うん、あんたの感謝だよって言われて、そう、彼女になってた、付き合ってたらしい。僕たちは付き合ってると今日は2人でね、ホテルに、その今日リハがあったんですけど、帰ってきてホテル着いた瞬間、あの子コンプレックスを流すっていう、それなあの子、あの子コンプレックス流して2人で熱唱するっていう時間があった。ここ好きなんだよね、そう、このサビ前のこのカッがいいんだよみたいなって、来たーとか言ってね、盛り上がってた、うん、明日緊張するかな、ね、今まだ実感ないのよ、ね、そう、私もだって本当にやばいよね、私本当に昨日も普通にお仕事終わったらサヤのタンプレ買いに行こうとか思ってたら急に連絡で言われて、って言って急いで帰って、そう、ね、急いで帰って練習したやったことないとこだった、やばちょっと予想してたことじゃなかったポジションだから、うん、やばいやばい、もう覚えてたのに、うん、ってなって、ではまあもう、うん、今日自分はできると思って頑張った、じゃないじゃできないからね、そうですよ。天然うなぎさん、レインボースター、たくさんありがとう。なんか今年の夏にさ、急遽フェスとかで16人曲を一気に初めてやる曲とか覚えてたから、うん、なんかその時の焦りと比べたら落ち着いて、そうなんだよね、そう、一回ソラハもそうなる、そんな過去が、うん、何すごい、いや本当ソラハさんの過去の話聞いたら、私の夏のフェスどころじゃなくて本当にマジですごいんですよソラハさん、いや、自分でももう、うん、本当昔ってすごかったな、3年前の頭の中どうなってたんだろうと思う、うん、前の日とか当日とかそんぐらいのレベルで言われて急に選抜の中に入ったりとか、まあ、今でもでもできるっていうか、うん、もうやれやれって頭の中に叩き込んでるけど、やるしかないですけどね、すごいよね、若いってすごいよ、ね、頭の中何でも入っちゃう。だるまありがとう、名前がない、だるまありがとう。いや、明日一回終わったら、明日無事終わったら次は明後日のね、下関のイベントの番号を脳内に、うん、6人ですね、うん、そう、7人と6人で、なんか6人の時 0.5 1.5 とかで
覚えたけど、うんうん、7人は0123だから難しいよね。難しい、ね、でもね結構最近脳みその容量減ったなと思って、覚えるのいっぱいいっぱいになっちゃうから。頑張ろう。勝手にスクショタイムやってた。私も今撮りたい。かわいい、かわいい写真いっぱいあるんですよ。また載せますね、ブログとか。ボビーさんありがとう。え、天狗やばいと思う。え、天狗でやばいの。 0.3 とか 0.25 とか 0.75 とか 0.6 本当に。え、一時期なんかの時やばかった。 12.75 とかもうね、もう4桁になるってよりわからない。なんか 18.何とかとかあります、うん、コンサートの時とか、あの5周年の時とかは大きなね会場を使わせていただく時とか、うん、ある。でもそれはすごいよね、そう思うと自分たちって、うん、可能性感じるわ。え、本当にあの出航とかは僕らはで 0.25 移動してスイフだ夢見よう大切な、うん、え、難しいよね。幸運パスワードでまた広がって1広がってとか、うん、で縛られるでまた縮まって、すごいですよねアイドルの脳みそって。はるかちゃん寝ました、ありがとう。でも本当あれだよ、私勉強だったらマジで覚えれんから。私も無理。やっぱほんまに好きなことって、うん、できるんやなと思うね。マジアイドルじゃなかったら何してたんだろう。そらもう超さ怒られてた気がする、うん、毎日。え、なんかスタバの店員さんとかしてそう。いや無理無理無理、スタバめっちゃ大変だからね。覚えれない。スタババリ大変が、友達とかファンの方から聞くけど、うん、ミュージア大変だから、もうそれも暗記力だから、うん、超難しい。そうです、明日は日本テレビさんです。職業難しいですよ。だってメニューをね、これはアレルギーのもの入ってますかとかやったら全部答え出ないとできないから。マジで私も昔チョコレート屋さんしてた時があったんですけど、もう大変でした。うわ、スタコチュリキテさんありがとう。いっぱいこんばんは。今日はおはようツイートと、そして先ほどあのベストアーティストさんに出演させていただきますというツイートを2つしたので聞いてください。あとメールの返信、今日メール送ったよ。今日結構また送った気がするので、あのすそらはかまってちゃんなのでよろしくお願いします。お帰宅、おかえり。天職だと思います、私アイドル。なんかあのこの前生誕でも話したんじゃないですか、なんか選抜とか入れなくても STU に入れただけで恵まれてるから高望みしちゃいけないってずっと思ったんですけど、本当にそう思うぐらいアイドルになるのが夢だったから、もうこうやってメンバーとステージに立ててることだけでもう日々幸せに感じます。でもそれで満足してるわけではなく、上は目指したいけど、それだけでももう十分あの皆さんのおかげで楽しい日々を過ごさせてもらっているので天職だと思います。しかもあのこうやってあの出身地も年齢も違う先輩とかとお出かけしたりとかしてんの、ね、全然見てくれない。クックさん、アイさんありがとう。なんか手を振られてる全然見てくれない。何時まで配信する？合わせます。11時。だってパワーしてますもん。してるのか。うん、どうしよう。11時までにやろうか。もうなんか日々一緒に過ごしすぎてね、あの1日会わないだけとか、バイバイして次の日会う日とかでも、もうね無理なんですよ。寂しくて病気で依存してから。誰ともプロ意識が高いですよ。だってわあ、もう本当になんかそういう言葉嬉しい肯定してくれてありがとうそんなことないですよって言うんですよ。いや違うよ、もう全部ソラハは、うん、もう受け入れるの、うん、ありがとうっていう、そんなことないですよっていうのは前提なんだけどね。ああ、その嬉しい言葉を否定しちゃうから、前提で受け入れない。嬉しい、そういう言葉が言ってくださるおかげで
ちょっとずつね、自信持っていったりする。パセリのメール取った。イエーイ、ありがとう。いいちゃん。ふう。イエーイ。でも私のメールの登場人物、パセリ物語の登場人物は、パセリ、オキさん、ソラハさん、サーヤン、リンコ、高崎彩子ってお送りしてます。パンちゃん、パンちゃんって言ったと思ったら、ソラハさん、ソラハさんって言ったと思ったら、オキさん、オキさん。言ってます。今日からパンちゃん復帰したからめちゃめちゃ嬉しい。大好き。ね、みんな徐々に回復していて嬉しい。嬉しい。私も気をつけなければいけん。まあ、気をつけても気をつけきれない時もあるけど。ジロ君、レインボースターありがとう。山崎さん、ありがとう。みんなに対してね、明日本当に多分映るから。あの、カメラリハとダンスルーの時は映ってたけど、もうあと本番しかないんだけど、昨日のダンスルーで、あ、こいつ映したくないなって思ってない限り絶対映るから、ちゃんとリアタイしてください。そしていっぱいツイートしてください。私は探してください。本当に虫眼鏡を持って探してください。私、ちなみにハッシュタグ STU48 初めてのベストアーティスト、私が引用リツイート、あの公式の引用リツイートのところとかにね、あのハッシュタグ載せてるので、それでたくさんツイートして、誰だこの可愛い子はってツイートしてください。でそのツイート内にちゃんとシナのソラハちゃんはってちゃんと紹介しててください。見つかったことはないけどね。今悲しいことが起きてね、ベッドと壁の隙間に櫛が落ちて、あ、最悪。何時頃？19時台です。19時台なので、19時台のバックトゥーザ2022という曲に出演させていただきます。STU48 は。マジで見た方がいい。いろんな意味で見た方がいい。え、本当に見てほしい。なんか、もう最近たくさん出てるからまた録画で見ようかなじゃなくて、ぜひリアルタイムでぜひ見てほしいですね。色がこうガーンって詰まってるから。うん。何時ぐるくんはですね、公式ホームページの方に載ってます。19時台です、企画に、ね、あ、そっか、お仕事の方は、あの心の目で、あ、こんな感じかなと思って見て帰ってから録画見てね。あ、ちょっとあれやな、あれ違うわ、まいちゃんポジではないっていうのは言っときます、ね、すごい言われるの。私も違います。ちなみにソラハさんが違うならパセリかってなるかもだけど、私も違います。マイちゃんポジではないです。トライアングセンターしてませんので、さすがに選抜それで虫眼鏡で探してくださいはやばいんで。違います。ごめんなさい。毎回そうですよ。同期のところには入れないです。でも気持ちは同期、うん、気持ちは同期、気持ちは同期、実際に同期。マイちゃんと早くラーメン行きたい。マイチユさん、マイケルと私全然最近お出かけできてなくていいかな。マイケルさん、最後に会ったのは沖縄のレッスンの時、宮城では、宮城なんかパがいなそうで怖いからちょっともう、うん、みんなってもう無敵期間じゃないですか。あ、そっか、 PR 舞台だから気をつけます。今日はリンコにも久々会えました。嬉しい。今日めっちゃくっついてさ、ベタベタしたら、なんか今日めっちゃくっついてくるじゃんみたいな言われたもう距離感がバグってるんですよ。嬉しかったの、久々に会えて。私昨日こうやって出ますよって連絡来て、すぐリンコにあのミニストップ行こうねって言ったら、パセおめでとうって言ってくれました。優しい、マジ選抜メンバーさん優しい。てか本当にね、もうね、超楽しいの、リハーサルとか楽屋で合わせてるだけで超楽しくて、もう、ね、なんかやっぱ後から入るからみんな合わせ終わってるんですよ大体。なのになんかこう新しく私とかが入るからって言って動線とか気にしてくれたりとかして、え、マジでありがとうの気持ち。マジでね、いいよ、うん、ちょっと個人名今出すとポジションとかもろもろちょっとあのバレちゃったりするから、また明日以降大さんとかなんかいう話はしたいと思うんですけど、もうすごいね、あのね、
いい環境に恵まれてます。うん、優しいです。 SD でよかった、ね、やめるみたいになるね。やめましたよ。 SD でよかった。これからも SD でいたいです。うん、いくがぴょん、焚き火ありがとう、ファイヤー。そうや、うん、それはもしいつか選抜メンバーになったらそうなるよ。頑張る。後輩増えるんですよ、やばくないですか。え、そうだね、緊張しちゃう。え、しかもさ、もう11歳とか来るでしょ、うん、だって二十歳までしか入ってこんから、私は絶対年下しか来ないんですよ。あ、そっか、うん、え、ソラハもだよ、同い年かぐらいだよ。え、確かに、やば。え、でも、え、待って、年下が、え、うん、待って、ちょっと難しいかも。ソラハの年下コミュニケーション能力ゼロ。今後輩年下じゃないですか、あのアクターズ生。あー、あんまり話しかけてない、話しかけれない、ちょっと緊張するんだよね。うん、頑張ります、輝けるように。私最近もうなんかおせっかいおばちゃんみたいになってて、ソラハさん、あずみ帰りますよとか言って、全部あずみいますよとか全部言って、ね、この前の話し会の時もあずみが帰る時、ソラハさん、あずみ帰りますよ、行かなくていいんですか。でもその後電話したよ、あずみ、あ、ね、携帯で、移動車の中で、あずみもうちょっとで会えるね。かわいいね。マネージャーさん呆れてました。そう、のらぺちゃんがマイカーなんよ。そう、でもまだね、何も始まってなくって、わかんない。そう、どんなポジションに入るのかとか何にもわからないですね。そう、ポジションは出てくるのお楽しみです、うん、ちなみにさっきも言ったんですけど、マイちゃんではない、うん、期待させてしまっていたならばすみません。私も違います。リオツにさ、プレゼントあげたいけど何が好きか本当分かんなくて悩んでますね。やば、好きなとこ来る。大好きよ。もう、生で聞きたいな。っていう話を今日もしたんですよ。二人。今日はね、あとは、ね、笑顔のレシピも私聞くのよく。笑顔のレシピからのあの子コンプレックス。どの曲？みんなで手をつなごう。かわいい。今日流してたやつ。あのソラハさんが流してた間、私が流してた。ダブルで流してたやつか。うん。わかんない。かわいくてごめん、それこの前こういう味で流した、ごめん、チュー、あざくたくてごめん。全然できない。え、待って、リンコがタクシーでシナノが、シナノさんが一人で喋ってたって言ってる。え、私さ、ポセリはポセと話したよね。 え、私のこと見えてなかったですか、リンコ。え、めっちゃポセリンコ、リンコが一番奥にいて、真ん中ソラハさんで、パが左だったんですけど、でもなんか酔ってたんですよ、私車酔いしてて、で車酔いしてたしてたんです、車酔いしてたんだけど、あの目的地に着いたんやけどね、あの U ターンできないとこでこう曲がってさらに遠回りしてだったから、もう、うん、もうあーってなってて、でも話してまして、あのどうぞ見てくださいとか言って、うん、手つないでんな。なんか思い動画があったんですよ。なんでそら超一人でめっちゃ喋る人や。リンコからそう見えとったんや。パセリないもん。パセリはそれに冷静に対応し反応していた。何の話してんの。やめてよ。ごめんって。何がごめんか分からんけど。うん、ごめんって。他のアーティストさんのステージとか見れないです。本当に自分たちの出番の時に出る感じ。あの前回もそうだった。夏の時出た時も。でも私夏ぶりなんですよ、歌番組。やばい、ドキドキです。生放送だし、ドキュン。前回はキュンはダルポジとかなかったんですけど、音楽の日はあかりんさんが四国公演があったから、そのあかりんさんポジだったです。でもこの前さ、2期の3周年ではココアさんポジでした。普段花だれでソラハさんがしてるとこ、やったよん。でも普段はサラちゃんぽでしてますね。ハロー、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 
I'm fine. なんか始まった。ってらっちゃった。クックさん、はいやー。ありがとう。はいや。何時今？今47分。ありがとうございます。と、いたまして。なんか寂しい。今めっちゃ離れてるんですよ。ソーシャルディスタンス取ってて。部屋の端と端にいるんですけど、今。寂しいな。みんなリプ待ってるよ、応援の言葉。あ、超カマチョだから、そら応援してるっていう言葉、めっちゃ、うん、私もあれだからリプめっちゃ待ってる。私もみんな明日パワー送ってほしい。多分ね、ド緊張してるから、もうメイクとかもすっごい濃くなって、もうギャンギャンになっちゃうから。濃くしても全然濃くならないよと思う。ずっとどん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 濃くしてるのに全く目開いてない。目がない。なんでってなる。鏡で見るとゴーってなるんやけど、うん、あのどテレビで見るとウソってなる。だから、ね、だからえなんかつけま5個ぐらいしな、多分分からん目。私がちっちゃい頃とかっておばあちゃんたち青いアイシャドウとか塗ってたじゃないですか。ああいうそういうことかな。でもマジで薄いからとか足していくんか、うん、ない。本当にもう何つけましたいもんすらまつげのなさに見る。上げてた、うん、つけはできない。リネタンもあのギャルメイクの時書いてたもん、ペンでまつげビョビョ。頑張るので、さっきツイートしたやつにいっぱいリプしてください。あと多分明日緊張してもしかしたらツイートするかもなので、温かい言葉で包み込んでください。マジで緊張する。ちなみに1時間前とかになると超緊張するので、この前怒られた。それで怒られてないけど、うるさいよって言われて、やばい、MC の時に、うん、あのまだ ST がさ、うん、まあ、出番じゃない時、うん、楽屋におって、うん、でも9時になった時間、うん、今絶対トゥルルルルルって流れてるよとかって言ったら、うん、うるさいって言われて、やばいって言ったら、うん、うるさいって言われたから、多分そうなると思うから、うん、え、今生放送始まった、やばい、あとちょっと、うん、わーわーわーとかって言ってると思うから、うん、やばいですね。イキャスさんファイト、パイナミさんファイト、頑張るぞ。何度出演しても緊張しちゃいます。自分のポジションじゃないし、そう、変わりだし、そう、毎回違うとこだから毎回新鮮ですね。うん、ソラハさんとか特に最近もエマセとかいろいろ出てるけど、それとね、毎回みんな探すの必死じゃない。巻き下ろしだよ。だから家族にもさっき公式でツイートが出るまで言えなかったので、私は言わなかったからさっき一気に送りました。お父さんとかおじいちゃんとか、うん、あの見てねって言って送った。ソラは言ってない。ママが多分やってくれてるかな。お兄ちゃんからまだ LINE 来ない。いつも来るんだ。多分私の Twitter 見てくれてるちゃんと。こんばんは、ファイト、ありがとう。皆さん頑張る。あ、頭パニックにならないかな。ソラハなら大丈夫だよ。だってだよね、いっぱいお家で練習したから大丈夫だよね。今日も歩きながら2人で番号を言いながら、うん、なんとか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 、え？とか言う。嬉しい、代わりが任せるの信頼されてるからだよ。だってありがとう。まあ、おめでとうタワーだったの、あれ夕方の配信ね。先取りすぎる。ありがとう。じゃあ広島に帰ったらお礼するね。その時もね、あ、東京にいるからって言わなかったから。しかもソラハも超静かにしてたよ、うん、頑張って。そう、ソラハさんといるってさ、おかしいじゃないですか、どう考えても。だからソラハさんの生活とかコメントで誰の生活音みたいな。嘘あったの申し訳ない。全部嘘でした。そう、でもソラハもちょっとボロボロしてて、うん、信頼と実績のソラハブランドありがとう。エフちゃんの出番の時はパシジーは、パシのおじいちゃんは多分寝てると思うよ。普段やったら私のおじいちゃん5時に寝るんですよ。え、マジ。え、5時ってばあちゃんたちがご飯食べる時間だよ。寝てるの。寝てるの早くない？何時の時に。だから学校とか終わって行くじゃないですか、おばあちゃん家、うん、おじいちゃん寝てるからいないんですよ。おばあちゃんが皿洗いとかしてる。でもバレバレだったよ。そりゃそうだ、私はメールで普通に今日は移動ですって言ったから、そりゃそうだよ。いや、そうやって言われるやろうなと思ったんですよ、私は。もうなんか気づいてたよみたいな。そりゃ私がちょっと仕事ですよ感出したもん。
隠さなかったもん隠してないから、そりゃそりゃそうだ。なんか今日のソラハいい感じ、みんな察してるだろうなと思って。この照明いいね、いっぱいジードロ。でも言えないから一応、だってもう今日朝早起きって選抜と一緒に言ってる時点でもう、だって何今日漏れとるわ。そうだよ、みんな今お休み中だから。あ、間違えちゃった、お腹鳴った。お腹空いたんですか？うん、空いてない。ね、豚汁が食べたいんです。スーパー作る？スーパー行って、うん、厨房借りて作ってください。パンちゃん頑張る、ありがとう。いや別にね、あのね、みんなに匂わせをしたかったわけじゃなくて、普通に私は毎日今日は何時に起きたよって言ってるから。私も何でも言っちゃうの、ね、そうだから、え、本当にお互い言っちゃうから、こうやって2人でいる時のこともみんなが知ってるからそう思うんですよ。あのイチャイチャしてる、お互いが言っちゃうから。何でも言っちゃう、本当に言わなくていいだろうってことまで言っちゃう、そうね。なんか聞き逃してね、変なこと言ってたら、うん、でもまだ偉いですよ、個人情報は話したことないから本当にそれだけは偉い。住所だって、うん、日本と広島しか言ってん、そう偉すぎ。広島って言ってる時点でもう結構言ってる、47個に絞られてる県で言って、うん、そうですよ。みんな明日頑張る、みー今日は結構静かめ空、常に静か、うん、グルメ担当で同行したのかと思って、ね、いいね、新しいね、うん、いいね。ね、ソラハさんと沖縄行きたいと思って、私今日はあのあ20歳の誕生日プレゼント、それがいい。沖縄、うん、え、行きたい、一緒に。え、待って、お誕生日様チケットチケットソラハさんと沖縄行った国際通り行って食べ歩きして、お土産をワーワー言いながら選んで、ソーキそば食べに行って、で水族館に行ってカワウソとか行って、うん、楽しいぜ。海で泳ぐ。あんま喋ってないの、元気じゃない、元気じゃないからじゃないよです、元気ですコロナかとか思わないでください、うん、私が話すから気遣って黙っててくださって、重なっちゃったらね、向こうの向こうもこっちも聞いてて、なんでってなるから、声は全然違うけど、うん、ごめんね、いっぱい喋るからね、あの後日、うん、アホみたいに喋るから待ってて、まだ本領気を発揮してない。枕投げしましょう。え、しんへん、でも枕4つあるもんな、うん、ゴヤチャンプルチップスマジで美味しい、美穂にあげる。ソルハさんにはサーターアンダギーあげた。美味しかった、この前ショールームで食べた。ベニーモアチとなんかうまい棒みたいな、なんかうまい棒の進化系みたいな。 ST48 のシナノソラハです。19歳の兵庫県出身です。まだルームフォローしてない方はルームフォローしてください。ちょっと今日はおとなしめなんですけど、あの明後日とかあのは全然こんなんじゃなくて、うん、あの誰やねんと思われてフォロー外されるかもしれないんですけど、ぜひフォローしてください。毎日配信してます、うん、はい。で、ツイッターもやってるのでぜひプロフィールから飛んでみてください。情報とか毎日ツイートしてるので、写真大事、写真ツイートしてるよ、見て。あと超エゴサするマンなのでいっぱいツイートしてください。投げようとしてるバレたじゃん、ねえ最悪。今投げちゃえってコメントがあったもん。うわ、誰や、誰や、こっち来い、誰や、誰や、私じゃないから、投げろって言うと誰や。ショッピングモールで沖縄フェア、
な、楽しかったな寂しかった、うん、楽しかったな。沖縄飛行機に3年ぶり乗って、マジであの沖さんのスペサポに乗ってるマネージャーさんの服見てください。パセがこの前ショールームで喋った、あの私が飛行機が飛ぶ瞬間怖くて掴んでたっていう服、あの服です。スペサポの会員の皆さん、あの服だよ。マネージャーさんが着てるブラウスを見て、あれの服を使って掴んで、怖い怖いって言って10時間違った、あと2分で10時、うん、23時本当や、うーん1日終わるの早いって初めて枕投げしました。私修学旅行とかでちゃん、あ早く寝てって言う人やったから班長とかしてたから先生来るから早く寝てって言ってた人がやから、うん、あの枕投げできなかったので人生初枕投げしました。言いそうって、嘘この前も話した、ちょっと男子運動会の時とか花沢さんじゃん、そう前ら辺の人が立ってたら、はい座って後ろ見えへんからやばやってた。一応学級委員とかやったことあります、こう見えて。びっくりした。でしかも全然届いてへんし、うん、部屋と端の端だから届かんかった。でも投げるのバレたら警戒されるか。警戒警戒、なんかソラハルさん単語知らない単語多すぎてなんか日常生活ではめっちゃ、あと英語そうなんか東京ってちょっと歩いてるだけでいろんなカフェがあるんですよね、うん、英語の、うん、耳分からへんすぎて、とかって言ってたら全然合ってない、うん、今日もなんか違った。ミッチーさんケーキありがとう、おいしそう、ケーキ食べた、もうすぐココアさんの誕生日だ本当だよ、2回目、誕生日じゃないけど誕生日だ、本当のではないけど本当の誕生日。このライト欲しい、めっちゃね、うん、大人な雰囲気出してくれる、いい雰囲気、ムーディー、うん、ムーディー、エモエモ顔できるエモエモ顔、お、いいじゃん。あと肌のね、ツヤ感をすごい出してくれる。だから私ちょっとこっちにいるのむず見て、今日本当はねこうやって着ようと思ったんだけどね、こうやって着たらすごいかしこまってるように見えたから、1個開けたらねえらいチャラライトだったよ、なんだと思いましたか、ね、ライトだよ、めっちゃチャラくない、チャラチャラファギャ都会に染まって、蛇口と思ったんですかこれどこから配信してんの、フロア蛇口、あーラジオのマイクねいや設備揃いすぎでしょこのホテル23時を回りました。 STU48 のシナのソラハと尾崎セリカでお送りしています。信代もうさ信代やなもうさもう信代やで、ユニットもう変えれんよ絶対、うん、え可愛いのがいいもん、今日決めようじゃん、うん、今日記念日、初めて同室になった記念日だから、付き合ったかと思っちゃった違いました、うん、したけよ、のぶよもいいんだよ、のぶよもろいもん、のぶよだってさ誰ってな、 なんでシナノのシナとセリカのせっていうなんか、うん、でも確かにおきまえもそうか、おきとまい、うん、かわいい、なんかやっぱ信代も面白いしインパクトあるし、もう覚えたし、結構もうソラハとのソラと、うん、うちは作ってる人もいるし、もう浸透してるけど、うん、そう私先輩と同室になるの初めてなんですよ。私ね初めての同室は池田ゆらだった、でゆなあなとか、ゆなあなが多くて私2期生だった、で PR 舞台になってリンコとなってサンとなって今回、ソラハさん消えました皆さん、
やば。ウィーン。魔法使いだった。ふくちゃんありがとう。決勝。な。ST48 の星野空葉です。明日ベストアーティストさんに出演させていただきます。見てください。19時台です。7時台ですね。ちょっちさんサッカーボールありがとう。今日のこの調子いいから明日もこの調子がよくありますね。今日も次行くのに。かわいい。かわいいって言われました。どうもシナの空晴れ。でも本当に昔より可愛くなったと思う。自分の今の顔に満足してるわけじゃないけど、自分の顔のタイプが好きじゃないからあれだけど。マジで難しい。私がじゃあ毎日褒めよう。好きですよ。昔やばい、うん、なんで可愛い。本当大変。ヘアリメンバーで決めれないのだから今日も来るまで。てかそら一人部屋だと思って。私も一人部屋だと思いました。吉弘さん、でもね、一人部屋でもなんか歩きながら寂しくなったら来ていいですよみたいに言われたから、うん、私は行くことないよって、うん、やだもんって行くのってそわそわしちゃうし人の部屋って言ったら、じゃあ私が行きますねみたいな。どっちにしろ来てたよ。そう、どっちにしろ来てたけど、どっちにしろ一人だったけど、今日そのいつも本当にホテルに着いてから分かるんですよ誰とか。そうで、はい、シナノとお先って言われて、そしたらソロハさんが、やだみたいな。やだ、本当にやだ。マジで嫌がられて。なぜかっていうと、いや、なんかお泊りとかはするからあれなんですけど、うん、こうなんかずっとなんか、うん、なんか部屋にさ、パセのものがあったりすると、うん、なんか嫌だ。なんか違いますよね、泊まってる時と、うん、泊まる時は私は充電器と部屋の鍵とブランケットみたいな、そう、毛布とメガネでお風呂上がりに行くから、なんか変な感じ。めっちゃ言った。本当に嫌だ。本当に嫌だなら嫌だって言わないと。って確かに、いやってなる。本当に嫌なんだよ。何してんの、変な動きしないで。追い出されるかも、この部屋野宿かも。私にユリーポを触れさせません。安心して、いや安心してたら危ないんだって。本当にこの人やばいですからね。お先セリカファン一同の皆さん、ちょっとファン一同、ファン一同の皆さん、生誕のなんか手紙、ちょっと本当にあれですよ、うん、大変ですよ、うん、でも私ソラハさん以外そんなことしないメンバー、他のメンバーにもしないもん。だからやばいんだよ。ソラハさん、ソラハさんって言って、どこまでセーフだって。どこまでもセーフじゃないです。もう踏み込んでくる。踏み込んで。いやもう、今日も朝あれハグから始まったっけ。あ、そう、もうね、なんか起こしても、はい起きて、何時だよって言っても全然、はあ、って感じで起きんから、マジで早くって起きてって言って。保育園生みたいだった。立ち上がらされて。はい、行ってらっしゃい、また会おうねって言って。うん、そうです、パセリちゃんと一緒です。そう、セリカちゃん、セリカちゃんです。セリカ早く慣れてください。慣れてる。嘘つけ、もう覚えて。嘘つけ、言えるもん、セリカって。嘘や。最近のソラハさんの呼び方、君。ごめん、だって呼んでくれへんねんもん、ソラハって。恥ずかしいもんだって。なんで？だってね、なんかさ、二人のこの呼べないんですとかいうこのやり取りを知らない人からしたら、急になんか後輩なのに先輩呼び捨てにして、確かにね、と思うんです。そうでもあるけどね。ソラハを呼び捨てとかタメ口で話される方がいい。距離を感じないから。ソラハちゃんって。ソラハでも呼びますよね、こういう話するときは、うん、ソラハって。でも日常会話でねえねえソラハさとか言えない。それはまだまだまだです。
そちゃんそちゃんそちゃんパちゃんとそちゃん。暴露、何暴露って。お、4月にクアトロで初パスでした。ういー、じゃあもう半年以上経ってますな。またね、11日にマイカー公演がありますね。クアトロチャートリとあるんよ。楽屋がさ、クアトロの楽屋みんな多分メンバーのオフショットとかで見たことあると思うんですけど、あそこにチャートリとマイカーがいたら絶対にうるさがられる自信しかない。前にね、ピンマイカーとスタジオ、ミニスタジオの時にうるさすぎてカーテン閉められたんだよね。しゃあやばにもう終わろう配信。ソラハさん全然喋ってない。私ばっか喋って申し訳ない、ごめんね。ソラハさんのファンのみんなあー、みんな藁人形売ってるかも、パセに。なんでよ、そんなことしたらソラハが怒るから。コメントは読んでるよ、ちゃんと目で目で見てます、ありがとう。かまちゃんさん、レインボースターたくさんありがとう。何話そう、だって明日のこと、なんか言葉を発したら明日のネタバレしそうで怖くて喋れない、私は。もうね、でもめっちゃ楽しかったよね、もう。うん、めっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかった。なんか幸せだなって、この空間にいるのが幸せだなと思いました。明日のネタバレしないように黙ってます。マジ見てほしいかも、明日は。見て損はせえへんし、うん、絶対おおってなると思うし、うん、見てほしいかも。あーこさん、とうとうありがとう。コンビ名は、何がいい？うん、こんばんは。明日はリハーサル？明日は本番です。もうリハートランするとか。今日はもうやってきました。だからもう会場も見たんですけど、すごく素敵なセットで、もう有曲なのかな、あれ、ね、思いました。なんかテープ貼ってありましたよね、うん、千代さんもなんか、あれ、お客さん入るんかなって言ってた。これね、4年前ぐらいに流行ってた。え、わかる。なんかプリクラ撮りに行ったら言われて、あの同じ学校の子に、え、何え、朝の情報番組でやってました。これが流行ってる。これはここを細く見せるけど、これは何、何を、頭の形、うん、ソラパセ、うん、語呂はいいですよね、ソラパセ、うん、私が中3の時だった、4年前だ。 あんまり喋ったことない子たちとお出かけ行ったんよ。でもそれきっかけでめっちゃ仲良くなったんやけど。え、この前言ってたやつですか、この前ウォーキング中に言って。あ、そう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 、言ってプリカトラーって言ったんよって撮って、その時にこれマジで分からんすぎて。そう、4年前、私が中3で広島越してきた時だから、21歳。コンビ名はソラパセ。そう、ソラパセがいい、私。じゃあソラパセにしましょう。だってそっちの方が良くない、パセ、うん、自分が先頭に来るのは嫌だけど、なんかパセソラでもなくない、うん、なんか違うよね。パは後の方がいいなと思う。じゃあソラパセ、はい、決まりました。ソラセリでいいよ。ソラセリ、ソラセリ、だそういうさ、なんか植物ありそうじゃない、うん、ソラセリ、うん、セリ科で、セリ科のセリ植物。ソラマメとかあるやん、ソラハも、うん、なんかね、私のお父さん、ソラハさんのこと豆キジって呼ぶんですよ。じゃあ豆パセにする、うん、
マジで誰か分からないよ。なんかお父さんが昨日 LINE 来て、ソラハさんと仲良くなりたい、豆吉と仲良くなりたいなって。電話しようやじゃ。多分まだお仕事してる。あ、それはね。はしゃいじゃうかも、お父さん。いつもお住まいになってます。結構七並べでも対戦させていただいてます。いつも豆吉と呼んでいただき聞いてます。なんで豆吉なんですか？そら豆からです。あの、私どっちかっていうと豆結構嫌いな人間なので、あのそら豆もあまり食べなくてやめていただけませんか？食わず嫌いはいけません。あ、食わず嫌いじゃなくて、あのずんだシェイクならいけるんです。ずんだシェイク飲んだことないけど、なんかチョコチップみたい、美味しい。飲みたい。ねえ、空豆か豆吉、そうだよ、原型ないよ。空がないじゃん。私の空がどこに行った？家族と話すときね、パパはねずっと尾崎さんっていうの。尾崎、そうだから、だから尾崎だってっていう、うん、なんかお父さん尾崎豊さんの代表、尾崎、尾崎なんだよ。尾崎さんって言うじゃない、尾崎ってっていう。パシェって呼んだりない？あとパシェさ、パシェ、パシェ。いや、もうソラハさんの家族に本当申し訳なくて、もうこんなに、あのうちの娘をこんなあちこち連れ回してと思われて。手がそうだよ。さ、コロナになってさ、7月にパセがさ、自分のせいだってなっとったじゃん。うん、その時ママに言ったら、いや、あんたが先になっとったけど症状出てないかもしれんから、もうちゃんとパセリちゃんに慰めてあげて。ママ結婚しよう、やっぱソラハさんと。断られました。そうだよ、ソラハさんマジで強いからさ、うん、ちょっと遅かったんだと思う。だって喉も痛く、あんま痛くならなかったし前回、うん、でも後遺症がしばらくあったけど、うん、今だいぶ落ち着いてきて安心しました。うん、私だって咳するたびにごめんなさいって。いや、それはなんか思ったっていいのに言ってたもん。ねえねえ、11時に終わるって言っとったのにさ、もう今23時15分やねんけど。ありえん。終わろ。だって私今日夕方もしてた。最初。確かに。もう読んじゃう。私先に読まないと一生終わんないから、お先に失礼します。じゃあその間スクショタイム飲むしとか。うん。いきまーす。13位、ともっちたん。12位、スプマンテさん。11位、クアトリさん。10位、テイクストックさん。9位、ジロくん。8位、クロさん。7位、イモケンピさん。6位、フクちゃん。5位、ワウワウさん。4位、ヨシヒロさん。3位、オズさん。2位、ユータくん。1位、ヤマザキさん。ありがとうございます。ではランチあります。13位、帝国さん。12位、トロロさん。11位、ミロさん。10位、トルボーさん。9位、スーさん。8位モビさん。7位カイトさん。6位クックさん。5位ツリキチさん。4位ヨーシーヒーローさん。3位ノスケさん。2位天然うなぎさん。そして1位はイキャスさん。ありがとうございます。皆さん、明日の夜7時からはベストアーティスト2022に出演させていただきます。 STU48 は19時台のバックトゥーザ2022という企画内で出演させていただくので、うん、あの多分皆さん明日土曜日なので大丈夫だと思うんですけど、もしお家にいないよって方はもう今すぐ録画よろしくお願いします。そしてリアタイをしてくださる方は、ハッシュタグ ST48 初めてのベストアーティストってたくさんつぶやいてくださると嬉しいです。うん、終わった後にいっぱいエゴさせてみたいと思いますので、ソラたちのね、ソラハとかセリカとかパシェとか、なんかセリカはない、なんか、うん、ツイートしてくださると嬉しいです。はい、では皆さん、あと応援のリプ待ってます。待ってます。メールの返信も待ってます。かまずなので、てか私もう夕方寝たので夜寝ないと思うので、夜あまり寝れないと思うので、なのでよろしくお願いします。やったやった。君は寝るよね。うん、じゃあ起こすからね。また動画撮るからね、寝たら。はい。脅しや子は最悪、ごめんなさい。みんな配信付き合ってくれてありがとう。本当にありがとうございます。
あ、それは取れたら怖いからやめて。はい。いや私スラパセですよ、スラパセ、セ、パセ。本当はパセじゃなくてパセリだからね。そうだよ。おやすみ、みんなありがとう。おやすみなさい。見守っててね。では今日も一日お疲れ様でした。ではバイチャラポー、またね。おやすみ中。